ニセコ花園のリゾートは、北海道アブタグンクッチャン町にあるリゾート。ニセコアンヌプリの裾野に広がる、ニセコユナイテッドの一つ。スキー場やゴルフ場があり、平府エリアを東急リゾーツステイ、花園エリアを香港資本の日本ハーモニーリゾートが運営しており、両エリアを三幅の連絡コースや三陸のシャトルバスで行き来することができる。 バックカントリーができるコースで知られているほか、テレインパークを設けている。また、グリーンシーズンでも、各種アクティビティを楽しむことができる。2020年、ハイアットホテルリゾーツによるホテルと、日本国内初となる、パークハイアットレジデンスを要する、パークハイアットニセコ花園が開業した。今後は、買収した、ニセコワイススキー場の間に連絡リフトを仮設して、 スキー場を復活させる計画がある。花園地区は1970年代に国労協債によって勤労者休暇村計画が構想されたが実現しなかった。その後地域一帯を買収したニセコ高原観光がゴルフ場を造成したがオイルショックの影響から開業できずにいた。1985年にニセコ高原観光の経営が東急不動産になると 1990年、花園地区大規模リゾート開発計画を発表し、実現に向けて動き出した。コース他に、花園308の前に、ビギナーズスキーエリアと、花園チューブパークがあり、マジックカーペットが3機設けられている。リフトレストランカフェ花園第一クワットリフトは、令和3年7月18日現在、解体工事中で、 同じラインに高速リフトを建設中である。クラブハウスコーススキーシーズンには、花園、平ふまを無料のシャトルバスが運行している。花園ゴルフに関するカテゴリー、ありがとうございます。